卵サンドです。むちゃくちゃ卵挟んでる。そうでしょ。ミルフィーユみたい、ミルクレープみたいな。またこれ食べやすいですね。これ食べにくそうに見えて。松原谷志です。片っ端から喫茶店、今回は阿倍野区、播磨町かな、こっちに来ております。コーヒー店の自動販売機がありますね。これ何、これ豆売ってる。700円で豆売ってる。10円や、40円。何この自販機。あ、めっちゃいい匂いする。あ、焙煎してんだ。焙煎してるんですか。めっちゃいい匂いする。すごい。こんにちは。すいません、お邪魔します。松原谷志です。よろしくお願いします。あ、こちらが北畑コーヒー店さんですか、ね、そうです。すっごい外、いい匂いしてた。いい匂いしてるでしょ。めちゃくちゃいい匂いしてる。いいでしょ。もう匂いでね、お客さんを誘い込もうという、ね、いや、そうですよね、はい。あの、ちょっとごめんなさい、気になってたんですけど、はいはい、自動販売機はあれ、はいはい、こちらのお店の。そうでしょ、楽しそうでしょ。いや、なんか謎がいっぱい。そうなんですよ、豆売ってますし。そうなんですよ、コーヒー豆を自動販売機で売りたいと思って、はい、いろいろネットで探して自動販売機買ったんです。あ、自動販売機買ったんですか。はい、自動販売機を買う人ってあんまりいないでしょ。いや、いないですね。7年前にオープンしたという北畑コーヒー店。大阪市内で23年間喫茶店を営んでいた腕利きのマスターが焙煎したコーヒーを楽しめます。これ、やってちょっとやっとコーヒーをいただかないわけにはいかないというか。もちろん、もちろん飲んでください。いや、これいいですか。はい、はい。やっぱ桜ブルボンはやっぱ気になるな。そうですね、これからね、春に差し掛かってきますしね。桜をイメージさせるほのかな香り。そうです、あの花の奥でね。どういうこと。ふわっと香るのが桜のふわっとしたのと欠けてあるんでしょうね。ちょっと桜ブルボンいいですか。はい、かしこまりました。ご用意させてもらいます。お願いします。はい、いや、お願いします。はい、お、なんか、すみません、映画が、これは映画が上映が始まりました。映画の上映。あのコーヒーの豆焼き上がりましたんで。あ、はい、あ、いや、あれさっき焼いてたのか。もしよかったら。え、見たい。はい、どうぞ。いいお越しください。え、うわ、すげえ。うわ、すっごい。はい、今から仕上げの段階に入りますので、それではいきますね。はい、はい、3、2、1、はい、どうぞ。おお、見たことあるやつや。このここが一番いいやつ、いいところです。おお、でこの豆の真ん中の線がくっきりと出てるということは、うん、そんだけきれいに膨らんでるという証拠なんで、これも上手に焼けたかの判断の一つになります。皆さんあんまりこっちは目にかかることはないと思います。へえ、これもう社会見学ですね。お待たせしました。お、ありがとうございます。うわーす、これは桜ブルボン。今できた桜ブルボンです。これが桜ブルボン。はい。あ、なんかやっぱ違うな、確かに。おすすめの飲み方としまして、口の中に放り込んで、うん、口の中で1回転させてから飲みます。ほうほう、飲んだ後に鼻で1回から2回呼吸してください。でその鼻で香った後に最後吐く息を口からスーッと言ってください。ほうほうほう、スーッと。やってみます。はい。スーッと言ってください。スーッと言いながら吐いてください。
スー、はい、どうですか、言い過ぎやね、言い過ぎやね、あでも、はい、舌でコーヒー感じた初めて、ね、ベロの先がね、ほんまや、ちょっとね、はい、何この飲み方、またよかったら今後コーヒー人生においてお試しください、はい、すごい武器を手に入れた、はい、いやいやいや、じゃあコーヒー以外のこのおすすめのなんかフードとかメニューありますか、ね、うちのサンドイッチになるんですけどね、サンドイッチ、はい、いきますよ、はい、卵サンドっていうのがあるんですけど食べます、どういうことか想像つかないです、むちゃくちゃ卵使ってるってことなんでしょうか、ね、ちょっと見てもらったら、ああなるほどって思ってもらえると思うんで、じゃあちょっと卵サンドをお願いします、はいはい、すいません、お待たせしました、はい、卵サンドです、え？お出たかな、めちゃくちゃ卵挟んでる、そうでしょ、薄く切った食パン、ケチャップとマヨネーズ、卵サラダを挟んでトースト、子供たちが面白がるネーミングにしたかったのだそう、いただきます、うん、すごい食感が楽しいでしょ、楽しい、このミルフィーユみたいミルクレープみたいな、またこれ食べやすいですね、これ食べにくそうに見えて、すうまいでしょ、楽しいあんまりよそでせん方がいいかもしれませんね、よそでせん方がいいと思う、卵サンド、よくわからない言葉がたくさん続いていたらちょっと気持ち悪いなって思うんですよね、これはですね、まあ、T さんという方の話なんですが、お父さんがよく電話に出ている、電話をしている、なんか不思議に思ったそうなんですよ、お父さんが電話した後、なんかメモ書きが残っているのを見つけて、何を誰に電話して何を書いているのかをちょっと調べたことがあるそうなんですね、するとですね、鬼虫 A4 サイズのルーズリーフに鬼虫という謎のカタカナがブワーって書かれているメモ書きを、鬼虫って書いてたけどあれ何なの、するとお父さんは、鬼虫はおる、鬼虫はおるんや、そう言って喋らなくなったそうなんですよ、いよいよ親父がおかしくなったかなと思った、まあ3日後ですね、お父さんがいなくなったんですよ、あれ親父どこ行った、お父さん亡くなっていたんですよね、で T さんがゾッとしたのが、亡くなったお父さんの顔が、鬼虫はおると言った時の顔と全く一緒だったそうなんですよ、警察の検視の結果といいますか、まあ脳挫傷、死因は脳挫傷っていうことが分かるんです、全く意味が分からない、まあ、この鬼虫という言葉、カブトムシやクワガタムシのことを、まあ、方言で鬼虫と言ったりする地域があるそうなんです、お父さんは亡くなる寸前に、鬼虫一体何を見て誰と電話をしていたんでしょうかね、そんな不思議なお話です。